はい、どうもこんにちは。ブレブレゲームスへようこそ。本日は2023年3月14日のホワイトデーに地球防衛軍6のダウンロードコンテンツの情報が解禁されました。発表は公式の生放送内で行われましたが、その内容をまとめてみようと思います。ダウンロードコンテンツ第1弾のタイトルはロストデイズとなっています。タイトルからしてめちゃくちゃかっこいいですよね。発売日は2023年3月23日となっており、バイオリフォーの発売前日ですね。価格は1650円となっています。デラックスエディションやシーズンパスを購入している方は追加の購入は必要ないとのことです。公式では買ってくれると嬉しいとは言っていました。地球防衛軍5の前日談の話ということで、ストーム1がプロフェッサーと初めて出会ったテクの話が収録される可能性もありますね。前回の動画でも語っていますが、とても楽しみです。ダウンロードコンテンツの内容としてはミッション数が15種類以上、前作の EDF5 ダウンロードコンテンツで登場した武器と新規合わせ70種類以上の武器が登場するようです。特に公式生放送で使用していたタイプスライフルのようなスナイパープラネットスナイパーカノンはかっこよかったですよね。反動はめちゃくちゃでかいですが、敵に3万8000ダメージを与えていました。武器の保湿期間はわかりませんが、最低3万8000ダメージは既存のスナイパーライフルの2倍以上の威力がありますね。ダウンロードコンテンツの敵についても内容が少しだけ公開されていました。まずはプライマルアルファ。青いアリの姿をしており、マザーと通常アリの中間の大きさとなっているようです。公式配信では足が速いと騒がれていたり、敵の攻撃が弾幕になっていて強そうに見ました。続いては飛行型の青蜂ですね。こちらも通常よりも大きいそうです。配信の中でも戦闘を行っていましたが、繰り出す針がアサルトライフルのように連なっているので、避けるのが難しそうな印象でした。続いてはプライマルベータとコクーンですね。青い雲に乗ったり通常よりも大きい雲ということです。また吐き出す糸に電気を帯びており、強力な拘束力と攻撃力を持っていそうですよね。コクーンについては大小2種類あり、青雲が出てくるようです。攻撃すると雲が出てきて、放置すると出現し続けるみたいですね。公式配信ではコクーンの上に乗っていたりしましたが、稼ぎにうまく使えそうな印象がありました。続いてはプライマルマザーモンスター。こちらはサイズがマザー級となってまして、赤ありのマザーモンスターとなっています。道路を掘り返して複数の岩をこちらに投げてきます。配信での戦闘では耐久力はあるものの、3に比べると火力は低い印象でした。また岩はこちらの攻撃で破壊可能なので、対処の方法はいろいろありそうですよね。最後に公式の発表画像でも話題になっていた生物の正体となります。ダンゴムシの大きい版みたいな感じですね。ダンゴムシが連なっていて一つの巨大生物に見えていたようです。狙っていたんだと思います。めちゃくちゃでかくて耐久力と攻撃力がありそうでした。転がってこちらを攻撃してくるのですが、ダメージを与えると減速するようです。建物も破壊してくるようなので、耐久力と攻撃力がどのぐらいあるのか、また数がどれぐらい来るのかも気になりますよね。とても楽しみな敵の一つかなと思っています。ダウンロードコンテンツの PV には気になる要素が詰まっていて、特にコンバットフレーム、グラビスが出ること、あとは最後の方のミサイル発射シーンなどが気になりました。今作はループをテーマとしているのですが、ループ4周目までの核ミサイルの可能性は十分にあると思っています。ストーリーと武器、敵、稼ぎミッションがあるのが気になることが多く楽しみですよね。また今年は地球防衛軍発売から20周年ということで、新規のプロジェクトも進行しているらしいです。続報を期待しながら待ちましょう。 EDF の先輩方で予想される内容や補足ありましたらコメントで教えてください。高評価もポチッとお願いします。ブレブレゲームズでした。入隊するんだ。君の力が必要だ。